はなまるうどんはなまるうどんは、株式会社はなまるが展開している、セルフ式のさぬきうどんのチェーン店、吉野屋グループに属する、うどんの本場である、香川県のさぬきに橋を発して創業し、2017年現在、全国に約420店舗を持つ。 社名は創業者の前田秀人が幼少時に和ナマルをもらえなかったので、お客様からはなまるをいただきたいという思いから採用した。なお、静岡県東部地方を中心に出展している、惣菜や和なまるなどを運営している和ナマルフードサービスとは無関係である。医療卸売業の株式会社、エージェンス、現、株式会社ヒューマンネットとリサイクル業の 株式会社保有の共同出資、出資比率60、40で2001年に、香川県高松市で設立された。2004年に、吉野屋 D&C、現、吉野屋ホールディングスと、資本、業務提携を行い関連会社、33.4%出資となり、2006年5月には、子会社51、51%出資に、2012年12月には、 完全公会社となっている。店舗内では、一杯150円、2019年3月19日の料金改定により、税抜き130円から値上げ、2000年の創業時は、税抜き100円から食べられ、最初に出汁をかけたうどんを渡し、それに、天ぷらやネギなどのトッピングなどを自分で乗せていく、セルフうどんシステム、一部店舗では逆の場合もあるを導入。 創業以来、香川県高松市に本社を置いていたが、2005年7月に、当時の東京本部に本社を移転した。移転前の本社は、高松市不正市長あざ、住所796番地一眼中第五ビルにあった。うどんの麺は、自社工場で生麺を生産しており、一玉にレタス一個分の食物繊維を含む、わなまる、食物繊維麺に変更し、 ヘルシー志向に合わせている。出汁は、瀬戸内海産の煮干しを中心に、ウルメイワシ節、サバ節などで作った出汁に、香川県産醤油をブレンドしたものである。2003年に、東京証券取引所への株式上場を予定していたが、直前に会社側から上場延期申請を出され上場延期となり、そのまま現在に至るまで、株式公開を行っていない。 その後の吉野や D&C との資本提携との関係有無含め延期の明確な理由は公表されていない。週刊新庁に創業者、当時社長である前田秀人が豊田商事事件を起こした豊田商事の元幹部社員であったことが外部から指摘され、この点が当初に提出していた目論見書に記載されていないことから当初から延期されたとする記事が掲載された。 電子マネーエリ決済や生体認証など先端技術に興味を示しているが導入は首都圏の一部店舗に限られている。店舗で購入できるは、なまる醤油はモンドセレクション最高金賞を4年連続200年2009年2010年2011年で受賞した。同様に店舗で購入できる花丸付け出しと和なまるけ出しもモンドセレクション最高金賞を 受賞した、花丸付け出しは3年連続賞、2009年、2010年、2011年、は丸掛け出しは2年連続受賞、2010年、2011年。2006年春、うどん定期券を500円で購入することで1ヶ月105円割引、イコール掛け賞が無料というサービスも行っていた。このうどん定期券は、発行店舗で1日1回のみ利用可能である。 なお期間限定であり、更新はできない。かけうどん、小無料で食べられることが大好評となり、2007年以降も4月、頃に発売される。2008年10月、ショッピングセンター店舗限定500円で2ヶ月のうどん定期を販売。2009年も9月に販売開始。2005年11月に一部店舗で実施した1000円で、1ヶ月のうどん定期は、指紋認証技術を使い、 定期券を持ち歩かずに利用可能であった。こちらの定期は1時間の間隔を空ければ何度でも利用可能であった。この定期については以降は発売されていない。2010年4月7日より一部店舗を除く全国のはなまるうどんにて一斉に定期券を販売。今回は今まで発行してきた定期券とは違い、発行したお店以外でも全国のはなまるうどん。 一部店舗を除くで5円割引きのサービスを受けることができる。枚数限定で同年4月16日まで販売、同年5月15日まで使用できた。価格は500円と前回までの定期券と変わらなかった。2015年4月6日月曜日から各店先着300名限定、1枚300円で販売された。2007年から2010年に実施された。 うどん定期券がリニューアルして復活。4月6日から5月14日までの期間に定期券を提示して、単品300円以上のうどんを注文すれば、新発売のヘルシー天ぷら、イカ店、ちくわいそべ揚げ、さつまいも店、れんこん店、えび天鳥店、へるかき揚げ、ゲソ店のいずれか一つが無料で食べられる定期券。定期券1枚で何人でもご利用いただけますとなっており、 一枚の定期券で複数の人の天ぷらをただにすることも可能であった。また、2016年にも天ぷら定期券として一枚300円で発売されたほか、キャンペーンにて抽選で定期券が当たる企画も行っていた。2017年9月、吉野家との合同定期券として、はしご定期券が一枚300円にて発売された。9月15日から10月23日までの期間に、 定期券を提示すれば、わなまるうどんにて、うどん一杯注文ごとに、添付が一品無料になるほか、吉野家にて、丼、定食、皿、カレーが八十円となった。吉野家との合同定期券は二千十八年四月、および二千十九年四月にも発売されている。二千十八年八月、吉野家に加えスカイラークグループのガストがコラボに参加し、 三者合同定期券が発売された。9月10日から10月21日までの期間中に定期券を提示すれば、和なまるうどんにて、うどん一杯注文ごとに、天ぷらが一品無料、吉野家にて、丼、定食、皿、カレーが80円引き、ガストでは10時30分以降会計より100円引きとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。